オーバー・アイコールメルレは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベッテラウ軍に属す、町村である。この町は、フランクフルト・アム・マインの北約35キロメートル、ホーホタウヌス軍と境を接するウーザ川沿いに位置する。町域の最高地点はビンターシュタインである。この町の基礎家庭学校はこの山にちなんで、名付けられている。 この山の上には、放送塔と展望塔がある。オーバー・アイコール・メルレは、北は、ブッツバッハ、北東は、ロッケンベルク、東は、バートナウハイム、南はフリートベルク及びベールハイム、西は、ウージンゲンと境を接している。この町は、オーバー・アイコール・メルレ地区とランゲンハイン・チーゲンベルク、地区の2地区からなる。かつてのマイベルク旧家地区やかつてのハッシルヘック、 農場もオーバーイコールメルデの一部である。オーバーイコールメルデは、ロルシュ文書中、790年に、初めて文献に記録されている。記録は、文書番号3009にモーラーマーカとして、文書番号3756ビットには、マレリターマーカと表記されている。これらは共にマークでモーレンと訳される。ランゲンハインは1278年に、 ツイゲンベルク城は1388年に初めて資料に記録されている。第二次世界大戦の初期にはランゲンハインツイゲンベルク近郊にアドラーホルスト総裁司令部が設けられた。1971年2月1日、それまで独立した町村であったランゲンハインが合併した。オーバーイコールメルレの町議会は、 2011年3月27日の町議会選挙以降31議席で構成されている。2018年3月4日の選挙でクリスティーナ・パウレンツは60.9%の票を獲得して町長に選出された。この選挙の投票率は57.3%であった。かつての紋章は1716年の印象に基づいてデザインされた。上半分は エップシュタイン家の紋章であるエップシュタインの脚 V 字図形に、マインズ選定校の紋章であるマインツの輪を配する。下半分には右を向いた、ムーア人の頭部が描かれていた。これは、ムーア人イコール、モアとメルレンの地口による。1967年7月17日に、旧フリートベルク軍王オーバーイコールメルレの紋章は、以下で記述されるものとなった。 銀字に3本の赤い薬部維持付けの上に右を向いた、ムーア人の頭部、紋章の基部に赤い6本スポークのマインツのは、もともと農業を主体としていたが、ラインマイン地方への交通の便が良いことから、下請け産業の町に推移している。マニ島のドイツセンターは、オーバーイコールメルレにある。この他にオーバーイコールメルレには、ハーゼフードが、ランゲンハインツーゲンベルクには、ベヒトレがある。 この町は、連邦道 B275 号線及びアウトバーン A5 号線オーバーイコールメルレインターチェンジによって、交通工学的に発展した。町を迂回するバイパス道路は、約35年前から計画されていた。最も新しい計画は、町の南側を迂回するものである。つまり、新しい連邦道バイパス B275A は、 町の西側で原行のコースから分かれて南に向かい、東に転じて A5 号線を横切ったところで、今度は A5 号線と平行に北に向かい、オーバーイコールメルレインターチェンジのある高台 A5 号線の東側で原行のコースに再び合流するということを意味している。その後、ベッテラウサービスエリアのある高台に新しいインターチェンジが設けられた。 町の南東部にオーバーイコールメルレ飛行場があり、あらかじめ許可を得た、グライダー、小型飛行機、ヘリコプターが離着陸している。飛行場には、エアロクラブ、バートナウハイム EV のクラブハウスがある。マリエンレイハイドーカトリックの、マリエンレイハイドー集落の外、バートナウハイムから、B275 号線で来ると右側に、カトリックのマリエンレイハイドーがある。 後継の屋根をいただく八角形平屋造りのこの建物は18世紀の初めに建設された。この礼拝堂とその前に立つ路某の十字架はここが歴史上重要な交差点であったことを示している。この礼拝堂は2009年に修復された。同じ年にこの礼拝堂は聖母の彫像を入手した。カトリックの聖レミギウス教区教会カトリックの聖。 レミニウス教区教会戦2 1 3年10月19日にオーバーイコールメルレの教会に関する最初の記録が残されている。この中で国王フリードリヒ2世はメルレンの教会の保護権の半分をフィリップ王がドイツ騎士団に移常したことを確認している。ドイツ騎士団は1220年にハインリヒ本。 イーゼンブルクとクレーベルク及びクレーベルク上白、オイフェミアから残り半分の権利も獲得してた。1814年までドイツ騎士団はこの集落のほぼすべての司祭を掌握していた。古い教会は1591年に抗軍中のアンハルトの軍隊によって火をつけられ、破壊された。教会は1607年に再建された。オーバーアイコールメルレは 宗教改革後もカトリックの村として残った。1716年7月27日に村は大火によってほぼ完全に破壊された。教会も炎の犠牲となった。1718年から1728年にかけて現在の教会が新たに建設され、1728年にマインズの補佐シ教カスパー・アドルフ・シュネマウアーによって性別された。 この教会は、単独式教会で、地下に先行建造物の中世の斎藤の意向を有している。塔の壇上になったボンネット型屋根は1723年に建設された。人口増加に対応するため、1929年に、教会は、マインズの制度建設主任、ルートビヒベッカー教授の設計に基づいて、浴労や、 新しい聖御室を伴う内陣を増設して十字型に拡張された。この教会は1929年の教会主護聖人であるレミギウスの日にマインツ司教ルートビヒマリアフーゴ合ー博士によって性別された。長堂内にはバロック様式の装飾が一部残されている。1726年から1728年の 教会新築時代の祭壇は即労にあり、内人の主祭壇は1861年に制作されたものである。霧石の壁で囲まれた教会の庭は19世紀、半ばまで墓地として利用されていた。教会の庭の西側には1870年、71年の不屈戦争で犠牲になった。 オーバー・イコール・メルレ住民のための戦没者記念碑や1752年製の十字架がある。グスタフ・アドルフ・レイハイドを含主義、グスタフ・アドルフ・レイハイド・オーバー・イコール・メルレはカトリックが主であったが、19世紀にプロテスタント系住民が増加し、第一次世界大戦前にはすでにプロテスタント教会設立の議論が行われた。スウェーデンを グスタフ・アドルフにちなんで命名された、グスタフ・アドルフ礼拝堂は、集落の南東に1925年から1926年に建設された。この教会は1926年5月13日に、聖別された。教会の設計は、建築家で文化財保護者のハインリヒバルベによってなされた。彼は、角を丸くし、寄せ棟屋根と、 屋根状の衝灯を持つネオバロック建築の礼拝堂を設計した。この教会は1991年から1992年に内外ともに修復が行われ、新しい祭壇と公壇が作られた。隣接する福音主義の教壇施設は1992年に完成し、2000年8月2日以降、アルベルト・シュバイザーハウスと呼ばれている。 オーバーイコールメルレファッセナハとは全国的に知られている。これは2つのカーニバル協会によって保存されている。祝祭中の行事は様々な活動範囲の約60のクラブによって実現されている。ありがとうございます。